僕、なんかいいネタないかい？あるよ、あっちだよ。あっち？伊藤さん、どう？なんか2台並んでますね。です。そうなんです。実はこれ、まあ、ドッグファイターの改造バージョン。改造バージョン、あれですか、チケスタイル。チケスタイルさんのですね。うわ、これなんか、これはちょっと、ね、端から違いますね。いろいろもう本当に究極の89年世界戦仕様ということで、はい、チケスタイルさんと一緒に開発して、はい、で先日 の GFCC で走った車なんですけども、めちゃめちゃよく走るんです。へー、あ、これ例の伊藤さんが出た。そうです、マシンそのものそのものですね。もうこれで出ました。というか1台しかないんですよ。おお、なかなかにちょっと高価なマシンなもんですから、はいはい、これね、シャーシも実はこれアルミシャーシなんですよね。いや、なんかね、アルミ感あるなと思ったらアルミなんですね。アルミシャーシなんですよ。うわー、もういろんなところがもうワンオフパーツでできてるし、はい、あとサスアームの型とかもね、出ないように、はい、全部もう型取りっていうか、はい、出ないように設計されてます。これちなみにチケさんで販売されてるんですか？はい、チケさんの方で作成して販売は今うちが、はい、やらせていただくという形で。なるほど。うちのホームページで発売しております。はい、はいはい、で、小売店だと大物系も販売できるんですか？はい、大物さんでももちろん発売。なるほど。欲しいっていう方がいらっしゃいましたら、はい、お願いしたら。ただ結構ワンオフパーツ満載なんで、1ヶ月から2ヶ月ぐらいちょっと時間をいただく。オーダー制なんですね。オーダー制になります。わかりました、はい、ちなみにこれ何ドックぐらいですか？これそうですね、あんまり値段はあれなんですけど5ドックぐらい。5ドック5ドックぐらい。なるほど、はい、ちょっとなんかあれですね、プライムな感じですね。そうですね。ただ、はい、コンバージョンキットじゃなくて、はい、もうフルキットというかフルセットになる、フルキットなんで、はい、受信機とかこのメカ類、はい、あとモーターバッテリーアンプはつかないんですけども、はい、こういう完成状態でのお渡しになります。あ、完成状態で5ドック。そうです。なるほどなるほど、はい、私の手が全て入った状態でのお渡しになります、はい、なるほど。ご希望であればメカ類のね、はい、搭載とかもできますんで、はい、そちらの方も利用していただければなと思います、はい、なるほど、はい。ちょっとファイブドッグだとそうでしょう ね、 ね、買える人買えない人いると思うんですけど ね、 けどね、これはちょっと妥協したくなくても、はい、本当にもう全部やりました、はいはい。まあ、ちょっとお金に余裕がある方はファイブドッグでこちらも、ね、ぜひコレクションに入れていただけると嬉しいかなと思います、はいはい、なるほど、はい。ちなみにその横は何ですか？あ、こちらがですね、実はこのチケスタイルさんの870C をベースに、コンバージョンキットっていうのを今回発売することになりました。なぬ、はい、このコンバージョンキットの内容というのは、はい、まあ、こちら先ほど言ったアルミシャーシとか使ったりしてるんですけども、はいはい、基本的にシャーシはノーマル使います、うんうん、でノーマルシャーシにいろいろパーツを加えていって、うんうん、でこちらの性能に近づけたものを目指して今回作りました、うんうん、ちなみにワンドック持ってて、はい、ちなみにどれだけオプションがついてるんですか？ですね、これはオプションですね、はい、まずフロントのダンパー、カーボンのダンパーステー、はい、でリアもカーボンのダンパーステー、はい、でカーボンのアッパーデッキ、はい、でこちらですね、ステアリングのここにカーボンのプレートが入ります、ね、はい、これで左右のガタがすごく軽減されます、はい、それプラス、フロントのですね、はい、ユニバーサルシャフト、はい、ロングになってまして、ほうほうほう、これノーマル内側の穴使うんですけども、はい、これが外側の穴使えるようになって、はい、ロングサスアームになります。ほう、でなおかつそれに合わせてターンバックルも付属します、はいはい。足も違うんだ。じゃあ、足はですね、はい、これフロントの足そのままなんですよ。あ、そのままでいけるんですね。ただこの穴位置がですね、はいはい、変更してあるんで。そうなんです。ここが外側使えるので、はいはい、ロングアームになりますよ。はい。ってなります。で、リアがですね、はい、削り出しのアームなんです。あ、それもついて。これもついてます。はい。はい、今ちょっとこれターンバックル色はシルバーなんですけど、はい、同じ黒いやつで、はい、こちらもターンバックルもつけてのセットになります。はいはい、でこれはまあこういう形で削り出しのアームで、はい、89年の世界戦のドッグファイターについてたような形で作ってます、はいはい、でこちらもですね、ノーマルのリアアームよりかロングアームになってます、
おなので、はい、前幅がですね、前幅がですね、はい、ギリギリ250、248かな、はい、まで広げてあります、はい、で安定性も抜群と。ちなみにこれだけパーツがついて何ドックぐらいなんですか？こちらはですね、なるべく皆さんに使っていただきたいというのがあるので、こちらはハーフドックになっています。ハーフドック、いきなりなんかお求めやすい価格になってますね、はい。まあ、こちらの、はい、最初にキットを持っているのが前提なんですけど、はい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 、コンバージョンキットとしてはハーフドックで提供させていただこうかなと思ってます、はい、なるほど、はい、じゃあコンバージョンのハーフドック、まあ、1.5 ドックならいけるよっていう方はこちらがいいですね。そうですね、それで、はい、いけます。ただ、ダンパーとかですね、はい、別途ご用意していただく形になります。これは何のダンパーついてるんですか？これですね、ヨコモさんの、MO2.0 のダンパーが前後ついております。はい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 、おぴったり合うようになってますね。ただ、全長が合えば、はい、どこのメーカーさんのでもいいと思いますので、はい、その辺はお手持ちのダンパー使っていただければ、はい、コスト下げれるのかな。はい、はい、そして、まあ、こちらのスケスタイルさんのとちょっと進化したのはこのダンパーステー、はい、ウィングマウントつけれるように今回改造されています。おお、これもつくんですか？ウィングマウントも、はい、セットになっています。でハーフドック、ハーフドックです。基本的に、はい、必要なパーツ、ビス類、ワッシャー一応全部入ってのハーフドック、ハーフドック、はい。でお求めは、まあ、ドライホップさんのホームページ、そうですね、ホームページでも行けますか、まあ、リアルで行くとオーブ模型、オーブ模型さんでも、はい、置いていただけるということで、もうなんかズブズブな感じで、ありがとうございます。じゃあちょっとこの車の走り、そうですね、撮らせていただいてもよろしいでしょうか？はい、わかりました。じゃあ走りましょう。いやーハーフドッグコンバージョン、はい、いい感じですね。チケスタイルさんのやっぱり DNA 受け継いだマシンなんでめちゃめちゃよく走ります。いやーこれだったらね、ワンドッグ買ってハーフドッグ、そうですね、はい、コンバージョンキットとして全部揃うんで、後からいろいろ揃えなくてもこういう走りになりますよということで、かなりいけてんじゃないかなと思います。いや伊藤さん今日はありがとうございました。こちらこそ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。